どうも、くりあげと申します。ということで、今回なんですけども、先日、フルヒッターが強化されたという動画の中で、森野選手を使ってたと思うんですけど、想像以上に能力の上がり幅と、ステータスが打ちやすいと感じたんで、本日は、森野選手にフォーカス当てて、リアタイの方をやっていこうかなと思います。で、改めて見ていくと、パワーがデフォルトで78あるんですよね。まあ、僕は最低限欲しいと言ってる、パワー75のラインをクリアしてると。で、ミートも80。で、守備はこんな感じでオールラウンダーなんですよね。メイン適正センターなんですけど、まあ、僕の中で森野選手サードのイメージが結構あったんですけど、まあ、年度によってはセンターをやられてたみたいで、この年の森野さんはメイン適正がセンターというようになってます。サードは一応 C ありますね。この中で見たら一番高いメイン適正サードでいいやん。で、特殊能力はチャンス20枚、ラインドライブ、プルヒッターというところで、まあ、全部出ればめちゃくちゃ上がります。で、さらにまあプルヒッターの強化、まあ入って入ったか入ってないかはちょっと判断に任すんですけど、僕はちょっと入ってないような気はするんですが、入ったということで、まあこれもさらに期待して打っていこうかなと思います。で、オーダーの方なんですけど、まあちょっとあまりにもねプルヒッター並べちゃうと先日の動画と被っちゃうんで、まあ、僕は今回選抜したプルヒッター持ちはマルテ選手と、まあ今回ピックアップした森野選手ですね。マルテがすごい打ちやすいみたいで、まあ僕前動画出した時も本当に打ちやすく感じたんですけど、プルヒがね、まあプチ強化が入ったということで、まあさらに打ちやすくなってると教えていただいて書いたんで、本日はマルテの2番においてやっていこうかなと思います。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、こうやってバッターの企画でね、もう先行来たらすごく気分がいいんですよって言おうとしたんですけど、僕のゼロっていう気分下がったわいや、めっちゃいいボール今の。まあでも、パワー78あるから本当に打ちやすさはあると思う、ラインドライブで。はい、この前のねプルヒッターの動画ではちょっと不甲斐ないバッティングをしちゃったんですが、今日の動画は打っていくで、マジで一味ちゃうからな。今日は気合の入り込み方が、おいよいや、ホームランボールなんですけどね今のも。おいしょ。まあどうすか、いい感じじゃない。まあ良くもなく悪くもなく平均的なライドラっていう。あ、これ褒めてますよ、ちなみに。褒めてるんですけど、あの褒め言葉が出てこんかった。うん、良くもなく悪くもなく、まあザ・ライドラって感じかな。まあ、で、プルヒッターが発動したマルテ、パワー88いくんで、まあ、ほぼパワー S と。こういうところプルヒッター打ちにくいんすよね。うん、打ちにくいんすよね。ちょっとやめて打てんからやめて、プルヒッターそこ聞こえてるやろこれ、音声探知機能あるわ。一生投げてくるそこ、もうだから打てんって昨日の動画もスアレス当たらんかった。デジャブ同じとかな。はい、プルヒッターだけ出ましたね。まあスアレスの球の軌道は、まあ、昨日の動画で当たってるんでイメージはついてる。うん、ツーシームやろ。うん、ミンでもわかる、イメージはついてるから。はい、ナックルカーブもあると。で、サークルチェンジ、スライダーやったっけ。うん、これはちょっとプルヒッターは振りに行けんな。スライダーか、オッケー。いや、ちょっと待って、ね、みんなもうプルヒッター出てたら外投げんの やめへん。やめようぜそれちょっと待って、引っ張ったらあかんな、流さなあかんな今の。え、マジでやめて。いや、でもめっちゃいいヒット今の、すごい綺麗。あー、ちょっと純正相手やからスピ負けするな。突2なんすよマルテ。ただプルヒッター出てないマルテは外角だろうがどこでも打つと、そう、このグローブ貫通だ方がまだプルヒッターのいいところ。ここはホームラン打たんようにいい感じでラインドライブらしいヒットを打っていきたい。落ちろ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 って。2打席目もプルヒッターしか出ない。まあ、チャンスはね作らないと出ないんでしゃあないんですけど、ライドラ出てほしいな。いやー、この人ちょっとリアタイを分かってるから、プルヒッターイコール外角攻めっていうのが分かってた人かと思ったらさあ、あの連勝が1個飛んでると思うんですけど、さっきの試合取れてなくて、まるであのプルヒッター出てる状態で逆方向にとんでもないホームラン打ったんですけど、取れてなかったし、めっちゃ見せたかった。ちょ、まるでもう1回打って、さっきのホームランえぐかったで、藤波さんから。しかもここ、いや、引っ張りはライドラえぐ、外野のグローブさえも貫通さすのか。由伸さん今取ったと思ってめっちゃあれやったで、どうやってたで。おい、完璧今の。いや、ちょっと打率高い来たんで、ちょっと打って、マルテと森野さんの強さを示そうかな。田村さん田村さん田村さん、よーし、
この田村さんの逆方向、バチ飛ぶような田村さん。コイロコイロコイロ、よーしよしよしよし、まあまあまあ、今これで7、あぶな、これまあ7番なんで、まあ回るかな。よーしょっと、ちょっと待って回らん雰囲気になってきた。これあれやな、5点でとどまって次の回相手の方が点入れれんかったら回らないですね、コールドで終わりなんで。ただ俺は回す。もちろんガチで配球するんですが、ちょっと1点取ってほしいなっていう雰囲気を出しつつ投げます。配球はガチでやりますよ、もちろん点取られないようにね。まあこのガチでやってる中でちょっと点取ってくれんかなという雰囲気をね、大野さんも若干かましてる、かもち出してるねところもあると思うから、まあまあまあしゃあないな、今のはガチでちゃんと配球しに行ったからな。こんなわざと点取られに行ったらやらせになっちゃうからね、しっかり配球した上で、まあ、打率も高い方だったんで、これどうすか。そこはゼロで抑えてほしかったよ。マルテ、マルテさん、マルテさんがやってくれましたわ。みんなマルテを使おう。守備一応 D よな、 D なんですけど、まるで B かのような守備しましたね。 B、 いやもしくは A なあ。それ取られるんはきついが、ラインドライブ出ていくとホームランみたいな、森野さん。ああ危ない危ない危ない。今日の主役ってマルテやろ。さあマルテ来ました、プルヒッターがのみ出ていくと、プー待って、ちょっと待って、さっきもこんなん打ったんすよ、さっきアウトロー、しかも、いや待って、バリツバ飛んでんけど、プルヒッターのプー言うためにめっちゃツバ飛んだ。マルテの使用感上がってんのガチや。だからパワーがデフォルトでクソ高いから、マルテ、うわーい。でしかも超プルヒって多分超アーチストと同じぐらいパワー上がるんじゃないかな、プラス9かな。そうか、時代はマルテか。ちょっとあと3点取って強制するわ。この人バッティングエグかった。はいはいはい、ワンチャン3打席目いくでこれ。まあでもあとワンアウト取られたら回らないんですが、うん、しかもまだ6番やし。超える超える、超広角よ。なんで、なんか追いつかれてんけど、森野さんまだ回るわ。あ、回せそう。ゲッツーやめてくれよ、こういう時に。フラグじゃないぞ、マジで。おーい、いや、確かにゲッツーではないが、うん。一気にランナーを返すっていう、チャンスの場面じゃなくなった。チャンス作らなあかん。あ、やばいやばい、ホームラン構成になってる。やばい、もう堀さんがこれ、ツーベース打たないと、森野さんにチャンスで回らん。あー、シングルでした。シングルでした。しかも特能が何も出ず、ここはちょっと3度目の正直ということで。ただピッチャー変わりそうな予感がする。赤堀さん、これ再抽選しろ。再抽選されてもしっかり 50% と 55% を外していく。いや両方 50% か、いけ。いやーでもほんまに手堅いな、めっちゃいいわ。しようか、めっちゃいい。で本日の主役マルテさん、タイピンのプルヒッターね、オッケー。本日の主役マルテやから。何それ何それ、おっ待って、マジで強えんだけどマルテ。それまでもヒットにしていくか、プルヒッターでマルテゲーや。赤堀さん、これさ、回転のアップデート入ったはいいけど、逆になんか意識して打ちづらいんやけど。わからんのって、今の気持ち悪い。めちゃくちゃドン詰まるんよな。何それ、はい、ファイアボール、ファイアボール、ファイアボール。よし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 。回せるワンチャン。待って、8点、15点、あと1点で強制か。これ回らんな。回らないっすね。7番っすわ、これ。おー、まぐれで振ったら、ホームラン飛んでった。なんちゅうしな、これ。17対7って。
で、ここで、まあ、二塁ランナー進めれたら、二塁ランナー進めれたら、変えようかなと思います。二、三塁、あ、作れた。これ代打行きましょうか、3番に。3番、広沢さんのところで代打行きましょう。はい、チャンス来い。チャンス全出し。しかも、得の全部消していく相手の。お、やめろ、マジで、ほんまにやめて、ごめんなさい。謝る、もうやめて。